部屋坂です、うん、スタッフ調べなんですけど元ひもやひもだったって言ってる仕事は、ちょこ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 やらせていただいてたんですけど、うん、テレビに出てる本数と我々ギャラって合ってなくないですか、まあ、特に大阪もういやめちゃくちゃ安かったからそうだから11分僕レギュラーやってる時でも本当にお給料でいうと20万なかったんですよえぇ、ー、いやそうそんなもんそんなもん若手はもう基本的にそうやったもんね、うん、そうですねだからもうギャラもらえるだけええやろっていう感じだったので、そう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 もう家賃から何からもう全て払っていただいてて、はいはい、そのくせちょっとこういろいろこうあたのことしてたもして、まあ、まあまあちょっとイケメンタイプもうほんとポイってされてねで、まあ、また違う女性のところに転がり込んでみたいなことをしてたんですよでその時にもう最後の最後の時にもう本当にもうあの窓から全部服捨てられてほんでうわ行くとこなくなった思って、うん、ほんでその時にもう後輩に頼るのがちょっと嫌で、はいはい、でも先輩はもう TKO さんにしてももう皆さん松岡田さんにしてももうみんな東京に出られたので頼るとこがないと思って、うん、でタムケンさんにその時タムケンさんが可愛がってくれてて吉本やんそうそう、うん、でタムケンさんに連絡をしたら、うん、もううち来いって言ってくれて、うん、でタムケンさんのうちに居候させてもらってそんな時代があったそうなんですよでそっから2ヶ月、うん、3ヶ月経った時に、うん、タムケンさんがタムケンさん1週間ぐらいの感じやったんですって、うん、でもいつまで経っても僕は出ていかへんから、うん、それをラジオで言い張ったんですよ、うん、あの生の朝のラジオで OK の小島ってやつが居候して1週間ぐらい思ってもう3ヶ月おんねんってあいつ何や言うてワンクールやからワンクールワンクールって、うん、それをたまたまその当時その別れた彼女が、うんその捨てられる前の付き合って彼女がそれを聞いててくれてで電話をくれたんですよ優しいそうほんで あんた家あんのとあるわそんなもんって言ったら、うん、それタムケンさんちやろって言われて、うん、何でお前そんなしてんねんって言ったら生放送で今タムケンさんラジオで言うてんねんねほんで、うん、まあまあ大丈夫やから言って、まあ、その3日後にまたその彼女元彼女の時から電話かかってきて、うん、家とか全部借りたからえそこ借りといてって言われてでも借りてくれたんや僕もちょっとプライドはあったんですけど、うん、ほなまあそこはちょっと甘えようかと早いな ラリーなしちょっと一回荷物まとめてほんでそこに帰ったんですよほうほうでまあその彼女が今の妻になるんですけどうわぁ素敵な話そうなんもうほんまに人間としてクソやな思っていやそりゃそうよで彼女にもう腹くくって俺東京行く、うん、収納王子になるって言ったんですよ、うん、彼女まあもう彼女的には分からへんよねそうでもちょっとおかしくなったと思ったんですってまあそれは思うと思うで、うん、そうですよね収納王子ってなって まずなってもないものに王子をつけてる時点でこう行かれてるなと思うよね最初はその時点で僕36なんですよ何が王子やねんって話ほんでもうねその代わり1年経ってあかんかったらもう帰ってきて芸人も辞めるからで普通に就職するから東京に行くお金をくれともう収納王子自体が母なのにそれに対してお金を融通してくれともう今考えたらもう本当にクソですよねいや すごいすごい、うん、お金をくださいお金をいただいてくれたんやくれたんですほんで東京に行ってなんとかまあ死に物狂いでまあこう頑張ってテレビに出れるようになってでまあその時にだからタムケンさんちをねやることがないから3ヶ月間ほうほうずっと片付けをしてたんですほう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 で片付けたのを中島のスマホでビフォーアフターとか撮ってたんですよほうでそれを兄さんに許可もらって本に載せさせていただいたらそれが初めての本なんですけど収納本それが20万部のベストセラーになるんですよ20万部そうなんですでそれでなんか世の中にちょっとこう収納時っていうやつがおるでっていうのを知っていただいて、うん、
なんか今に至るというような感じです。あ、そう、タムケンが絡んでるなんて知らんかった。そうなんですよ。あ、面白。もう兄さんにはすごい世話になってて、だそっからもうだから20年ぐらい経つんですけど、何回かタムケンさんが引っ越すたびに僕はずっと片付けに行ってます。うわー、素敵。ええ話やな。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。